チーム気をつけなきゃいけませんね、はい、この最終のスルーパスに気をつけろという松木さんのお話。ロナウド、うんとここで、あ、どうしたんですか。ブラジルのファンがピッチに入ってきてしまいました。これ今プレーが止まっています。なんということでしょうか。この挑発の、まあ、おそらくブラジルのサポーターだと思いますが、なんとこの場内に入ってきてしまう。この警官も随分手荒ですね。おお、すごい、あっという間に取り押さえられました。場内ブーイング。いや、これはしかし、あの、レベットがそんなに手荒くしないでやってくれと、サポーターも、もうちょっとかわいそうだからということですが、しかしこれだけの試合をやってるんですから、まあ、ブラジルのファンの皆さんはちょっとイライラされていると思いますが、そうですね、ちょっと時計が止まっています。手元の時計は今後半の23分、場内の時計はもう24分という時間。